はい、じゃあ本格的にダオスの城を探索しましょう。まあアーチェ入れといていいと思うんですが、うわー、索敵のやつ。ちょっと待て、セーブしてきていい？一回もうあいつと、こいつ雑魚で出てくる。あっそう、あやれ、剣槍のままになってるわ。じゃあでも秋さざめでよくね。何もしてこねえじゃん。よしよし、いいよ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 。オッケー。これダメージがね入れば敵の動きをマジで止められるから、これはすごいいいんですよね。槍でめちゃめちゃ強いのが欲しいよな。まあエターナルソードにしときますか。秋サザメじゃないと当然ね、当然違う。どうなんだろうな。攻撃力上げる、なんか覚えてるな、そういう時空剣技の一つ、敵の前方へ瞬間。お、これなかなか良くない？もう二つぐらい、なんか、あ、奥義で覚えたのか。ちょっといろいろあるな。古賀破山。これでいくか。時空転移は、あ、空、こっちあるんだ。じゃあこれだろ。収葬ライザーもいいっちゃいいけど、これだろ。まあまあ、これは古賀破山。いや、旋空烈波か。違う。あれ、東京なんか3倍の攻撃力のやつ。あ、真空破山か。これな。これと、これだな。古賀破山がなんかあんま効かない気がしてきてならない。まあまあ、これで、ちょっとは強化できる。ちょ、セーブしよう。あいつともう戦いたくねえわ。もう死んだらちょっともうアウトだからね。OK。行きましょう。索敵か。まあ索敵行こうか。地下にねダオスがいるってことはないだろうから、剣で扉をこじ開けました。なんか意味あるのか。おっつ、おっ、ちょっとビビる。ああ、なるほどね、なるほど。あらら、痛いと。すっ飛ばす。強い。やっぱ3倍強いよ。そういう攻撃かい。なるほどね。まあ。そういえばアーチェ何も、なんか、唱えた最後。牢屋ですか。なんかあんのかね。いや、セラフ多いな。いや、唱えたな。真空破山2発食らって生きてる。強いわ。まあ言ってオリジン守ってたやつですから。3個あってほう、なんか宝みたいのあるかね。氷のお守り装備してるチェスターはノーダメージか。まあ装備変えるほどじゃあないんだよな、これな。ファイアーストーム言って回復してくれるから、ミントが。えい、ウェイと、おい、相打ち。一撃が重い方が勝つ。
クラス入れとくか、これちょっとそんクラスもやっとかないとやばい気がするな。多分なんかしらさっきのボス召喚だったら聞いて、うわちょ待って、やべえやついる、やべえやついる。ゴッドブレスだと？やばいってやばいって、オレジー、いやまだまだ、いやまあまあでもクラスがいる分だけまだマシか。うわミントやられた、まずい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 、ちょやべ、ライフボトル買ってきた方がいい可能性あるな。オリジン来た、いや効くかこれ。あこいつには倒したと、よし真空破産効く、ナイス、攻撃力上げといて正解。まあフレアボトルとかいいのか。オリジンいっけ、どうだ、あ効く効く、効いてると思う、よしナイス、効いてるよなオリジン多分。いやこれお前出現すんの早すぎだろ。ほらとナイス、真空破産決まればこんなもんよと。オッケーオッケー、いや見ましたこれ、さっきあんなに苦戦してたやつをもう技だけで取り戻すと、特技だけで取り戻す、このやり方怖い怖い。こういう速いやつにはね真空破産あんまりって感じなんだよね。 OK でボルト、ドラゴニュート、センだってデステラー、あいつめっちゃ撃ってくるやつでしょ。あでも攻撃力はそこまでじゃないと、よしよしよし、オッケー。いやでもセーブねしといてよかったんだよ、だからその思いっきりやれたっていうのがあったので、アミントとチェスター1がギャグっすね。オッケーオッケー、こうやって追い詰めると強いわ。おうし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 、雑魚はそれほどじゃないと。おライフボトル置いてるわ、ライフボトル落としてくれてるわ、ほらやっぱ厳しいんだよあいつ。あれあいつがさいると厳しいのかもしれんよ。すごい今ね、右の壁で来てるんですけど、マップがよくわからんぞ。うわ炎入ってきた、あ奥狙い忘れたな、うし、オッケー、オッケー、ナイス。いやマップがわからんっすねここやっぱり。いやーなんかありそうだな、これはもう入り口だよな多分。そうするとうわうわうわ早い、うわガード、そうガードされると痛いんだよな真空破産、ガードされちゃう。
あ、こいつ虚空層破産回復してやがるな。次元山は食らうと。あー、なかなか上からついてからの切り上げもある。よし、 OK。 ライフボトル切れるのがきついか。なんかここありそうだよな。なんかまあまあちょっと、いい武器というか装備みたいなやつそうだな。あそこマップがさ、分かってないから見にくくなってて、こっからだったら入れるよみたいな。扉全部入れないっていうわけじゃないんだ。スターシールド、ミントとかじゃない。あー、テッシーなんだね。未知の金属を用いて作られた盾、高くて軽いと。よし、まあオーソドックスに盾だと。ダオスも変なやつ置いとくな。人出た、くの一のマスターバージョン、忍者マスター2とか、もうクソゲーみたいな名前になってる。え、出た、カワセミ、ウツセミ、いやもう関係ねえよと。いやいやいや、やられまくり。よし、ウイローはやっぱウイローは持ってんだね。ウイローは持ってると。これで多分あそこの扉が開くのかな、もしかして。まあこっち見てみようか、とりあえず。そしたら、ああ、ここ宝箱だと。セージは、ちょ、待て、テッシー、石急に石にすなと。あれ、石直せるのあったよね。ない、ディスペル、リカバー。よし、ルーンボトルでセージよ。 HP か、まあ HP でいいかな。こうなってきたらテッシーな。いや、ちょっと待って、もうちょっと待とう。なんか9999いきそう、これ。で、いっちゃ、1万は多分いかないと思うんだよね、さすがに。1万いかないで、いかないと。9999が最強だと思うんで、そこでなんとか。ラディクションちゃんとしっかり仕事してる。さすがに9999でしょうと、最強は。で、TP は999だよね。よしよしよし。だから下手に HP 上げをすぐに使わないで、ここが、あ、開くんかい。広い。いや、てっきりそこの扉も開かないで、どんどんレバー倒していくようなダンジョンなのかなって少し思って。よし、後ろ2人一層でかいね。ただ今のさ、マップ見るとまた上に行く階段っぽいのが下にあったよね、部屋っぽい。ここで、あ、ここの扉ある。あー、やっぱりそうだね。
固く閉ざされてるバージョンね。でレバーどんどん上げて進んでいくと、そういう感じね。デステラ攻撃したねや後ろから。チェスター見習え。どこ撃ってんだお前は。ゲイクラースオリジンナイス。デステラーはちゃんとしないとダメですねこれは。いや真空破壊やっぱやらしてくんねえか。こいつ後ろのデステラーはちょっとちゃんと仕事してたな最後な。撃ってた。よしよしよし。めちゃくちゃ広い。あ、宝箱。エリクシール、アーマー。来たよ、アーマーこれ。公衆リンゴあったね、今ね。マムベイ。アーマーの名前してない。大いなる大地、ああマムってこれマームね。大地星の守りを受けたよ。いやそれでもいいんだけど、鉄士以外は、あーチェスターだな。ちょっと頭装備してない分ねちょっと弱いっすか。いやーカウンター入れてくるよな。真空破山はやらせてくれないっすからねこいつは基本。よし、くやー重い。頭にすげえ一撃食らったな。ピヨッタワー。ゲイ。特技がね決まった時気持ちいいっすね本当に。で右もあって、あレバーです。あこれ優しいね。これ優しいわ。固く閉ざされてると、で真ん中あのさ下がってくる部屋みたいのあったじゃん。あそこなんなんだろう。あそこ最後上から来てあそこ外れだよっていうことなのか。たぶんまあちょっと謎ですよね。で左、上、ここがここというか、まあここの上が上がるよう、あ開くようになったと思うんですよね。他行ってない道があるからな。次元山なかなか強いぞ。あ、まあ、近くに敵が、ああ強い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 。ああこれはこれは良くないですね。よーし転移した。ナイス。でも切り下がった瞬間攻撃されて止められる。あのカウンターとしてはいいね。おお、まだまあ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 まだまだ上がると。ライフボトルすごい恩恵。あ空いてるし、もうそう、まあ行くか、まあ行くか。おっとまた謎解き。この階に隠し通路ある。なるほど。ってことはやっぱこれこれだよな。これ結局これでしょ。上行く階段だよやっぱりな。やっぱりもうあいついるし、ちょやめてマジで。まずいまずい。ゴッドブレストのこれ、いやーやばい。くわーこれきついきついきつい。危ない危ない危ない。2連チャンはきついな。テッシーが早く早く。いやー
タイミングよこれ。あいつタイミングマジ測ってるわこれ。ああそうか、チェスターは食らわんと。ここはミラックルグミットクか。よし間に合った。でそうか、まだ使えねえ。やべ、回復しちゃった、やっちゃった。違う、まだ使えない。インディグネーションやってくるよなこいつな。やりおるわ。せめて っていうかさ、チェスタース、うーわー、いやーやめろ、まずい、うわやばい、やられたか。これは間に合わんな。ほらなー、セラフはマジか。せっかく開けたのに。いやこれライフボトル置いてある意味よこれ。そういうことですよね。まあでもあいついなくてよかったわ。まあ地下はとりあえずなしだと。あ、そうか、レバーこっちじゃねえか。 OKOKOK 装備チェスター、氷のお守りか。反射という、あ、リフレックス装備してるから。あ、でも違うよな。なんか変えたもんな、リフレックス。L 分母、魔法の盾が現れる。氷の守りなのかな、やっぱり。そうしたれば、エメラルドリングとか装備してる場合じゃねえよな。炎の守りでもいい気がするな、これは。イヤリング、まあミスティシンボル、まあこれは仕方ないと。クラースと、あ、これで、まあこうだな。とりあえずそうだな。クラースもう、いやエメラルドリング、氷やっとくか。氷のお守り、炎、まあどっちでも炎しとく。これでなんとか。いやつらいっすね、あいつマジで。宝箱とレバーでしたっけ。倒して、でこれがマームベアでしたっけ。スターシールド、まだそこまでいかない。いやまあまあこうやって戻す作業を時たまやりますよと。この野郎、あそこはダメなんだよ。いや前まで真空破山をさ好きでやってたから間違えちゃう。よし、あいつマジで読めねえやつ勘弁だわ。まあまあまあここは簡単だと。だからまあちょっと行ってないとこ行って、あ、そう、下行ってないよな。行ってないとこをやっぱり行ってみたいんで言って。クリティカルの前にボール、頭に刀。あ、ここ
こ行けないんだ。あ、そう。でもこっち、あ、ここの扉ある。先にちょっとこっち見てみようか。めっちゃ食らってるチェスター。どうした。よし、 HP がね高くないからこいつは。そんな、まあ、攻撃は受けるけどね。ここは開く。あ、宝箱か。呪文書だ。メテオスウォーム。どんだけメテオ覚えていくん。よし、これでまた一つ上の呪文を手に入れたぜと。で、まあ、言えばここに隠し通路、この階、このフロアですよね。隠し通路があるっちゅう。呪文でミント、あ、もう唱えてんの。ミント、早いな。いや、バルキリーとかやっとくと楽かなって思って。ちょっとミントのお得意の技を使うなと。どうせすぐ削られるんだ。ワニ、ドラゴン、どういう気持ちで回復とさ、オリジン食らってたんだろう。頭、顎突き上げた上の状態でリザレクション。やられて、ああ、回復よかったって思われた瞬間に敵の魔法っていうね。かわいそうだわ。あ、またアーマー。ああ、アーマーとルーンボトル、ここで使えよと言わんばかりですね。まあ、じゃあ使ってあげましょう。スターク、あれ？スタークロークはもう装備してるわ。クラースは装備してるわ。みんな装備してるわ。マームを使えと。ああ、これは一方通行ってことか。隠し通路ありっていうのを見ないとダメなのかな。うわ、次元を超えてきやがったこいつ。次元超えちゃダメよ。隠し通路でもあるとしたらこことかですよね。ここの左とか。あ、いけたわいけたわとか。まあ、それしか思いつかんから。OK。じゃあ、とりあえず省略できたと。あれ、でも宝箱？宝箱あったよな。まあ、いいか。守備力だし。まあ、やられるときは一気にやられるから。で、うわぁ。ボスではない。移動だと。なんかボスっぽい、なんか中ボスっぽい。うわ、あ、こ、無理。まあ、こいつだからいいものの。いや、そうか、だからザコがこいつなんだ。くそ、こいつ腹立つ。ほら、あと、やった。後ろ見て誰もいない。あ、でもこれあれか、多分牢屋にみんな捕まってて助けていくっていう。間違えた、パイン、あれ、パイン組使ってた。今までレモン組だよ俺。つ、間違えてさ、ずっとパイン使ってたな。 TP バカだね。レモンか。まあいいや、 OK。 じゃあちょっと救出
していきたいと思います。多分救出イベントだと思います。だと思いますので、はい、次回もぜひよろしくお願いします。テッシーでした。失礼します。